これはスメラギ寮の地下。ユイト、よかった繋がった。急にロストしたから心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら脱出できたみたいね。カレンのいる場所は近いかもしれないわ。あれはカレン。いえ、ヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。待って、何かの装置が動いてる。ヤクモ、どういうことだ。カレンが二人。なぜお前がここにいる。この状況は何だ。聞きたいのはこちらだ。俺が2000年前の時代へ飛び込もうとしたところで弾き出された。なんだと。なぜ時間跳躍が失敗したのか説明しろ。荒はばきの制御層で手を貸したはずだ。しかし貴様か。何を言ってるんだ。さっさと全ての情報をよこせ。今吸い込まれちゃったよね。どうやら私の懸念は杞憂じゃなかったようだね。同一人物が出会うとどうなるか、これが答えか。何が何だかよくわからないが、結局カレンは過去に飛べず今ここにいるということなのか。この記憶は。なるほどな。やはり奴の超能力が必要なのか。さてお前たち、なぜここにいる。こんなところに何の用だ。カレン、あなたに協力してもらいたいことがある。クナドゲートを消滅させるために力を貸してほしい。さっきの話は聞いたわ。あなたが2000年前の時代に接触した時にもつれが発生してしまったのよ。それが残っている限りクナドゲートは消えないの。だからもつれを解くために一緒に。そろそろと。貴様なら強行手段に出るだろうと思ったよ。兄さんの超能力でもレッドストリングスを維持するのは難しかったんだね。だからサイコピーを。
抵抗は時間の無駄だ。俺がレッドストリングスを手に入れるのは必然。カレン、前から疑問だったのだけど、あなた一体どこでレッドストリングスの知識を？荒はばきからだ。荒はばきの中の俺自身の記憶というべきか。さっき俺と一つになったがな。荒はばきの中？コールドスリープしたヤクも荒はばきとつながっていたってことなのか？生きた人間を荒はばきに組み込むなんて。何を驚く。荒はばきに一体いくつの脳が生体回路としてつながれていると思っている？聞きたくなかったよ。荒はばきもベイブと同じ脳を組み込んだ生体コンピュータだったとはね。荒はばき制御層で俺たちの脳が強制侵入されたこと、それに先ほどまでのあのおかしな空間、全てはヤクモになり変わったお前の仕業なのか？そのようだな。あれは眠っていた俺が荒はばきを利用し展開していたブレインフィールドだ。ここを秘匿するためのな。ここで荒はばきとつながって2000年間あらゆる情報を手に入れてこっそり生き続けてきたってわけか。カレン、時間跳躍をしたい気持ちはわかるけど、それじゃまたもつれが生まれてしまうんだ。だからなんだ。俺はどんな手を使ってでももう一度飛ぶ。兄さん。そう、協力するつもりはないのね。話を聞いてくれ。ユヒムカのこと、月のこと、問題は山積みだけど、世界が終わってしまったら何も解決できない。滅びの未来じゃない、新しい未来を作らなきゃいけない。こんな歴史を紡いだ世界に価値はない。俺は過去を変える。次こそは必ず変えてみせる。アリスさんを助けたいという思いは理解するわ。でも理解などいらん。お前たちには力ずくでも俺の役に立ってもらう。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。力を貸せ。邪魔よ。どけ。どうだ。しびれて力が入らない。
なんとか。長い。どけ。倒れるのは早いわ。寝ていろ。行け。頼むぞ、カサレ。行けていろ。動けるか。ありがとう、カサレ。助かったよ。これはどうだ。これ。復帰させてやろう。どれだけ多くの超能力を使ってきても私たちはさすでそれに対抗するまでよ。そんな簡単に思い通りにはさせない。ちゃんと話をさせてくれ、カレン。黙れ。どこまでも鬱陶しいな、貴様らは。これは兄さん。何が起きてるんだ。そうか、2000年。いや、幾千の記憶と望みが
全ては踏み台に過ぎない。貴様らも世界も、そしてなんなの？
Thank you.
拝見だな。
ッ